石垣家は、鈴木木鈴木亜目に所属する魚類の分類群の一つ。二属からなり、大口石チ小口石ギなど四種が含まれる。石ギ家の魚類はすべて海水魚で、太平洋、大西洋、インド洋の沿岸から沖合にかけて分布する。若菜は、旋海で成長するが、次第に深みに移行し、生魚は深海で生活する種類が多い。海底付近で暮らす。 低制魚で岩礁域を主な生息場所としている。日本近海からは石なぎ族の2種が報告されている。体型は防水型で一般に非常に大きく成長し、最大で全長2.5メートルに達する。災害骨の背側に水平な棚状の構造を持ち、先端は短い一本の棘となっていることが大きな特徴である。 背びれは11から12本のトゲ状と11から12本の南状で構成される。仮名はギリシア語でポリ・プリオンを意味し、狂人でよく目立つ背びれトゲ状に由来している。側線はよく発達し、途切れることなく連続的である。アルゼンチン大旗。海底の洞窟や沈没船に好んで住み着くことが知られ、本家魚類の英名の由来となっている。石なぎかには、 ネルソンの体系において二属四種が認められている。鈴木山区内部における本家の位置づけは安定していない。かつては、変わり花台家や、裸と近縁と考えられ、災害骨の棘の本数などで鑑別されていた。近年ではヤセムツカ及び鈴木家との類縁が示唆されており、特に鈴木家は予備的な分子系統解析において本家に取り込まれる可能性が指摘されている。 ありがとうございます。